ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっ、ー、と、今回はですね、To-Do リストアプリ作成について解説していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今回はですね、実際にですね、ここまでの知識を踏まえて、To-Do リストのアプリを作成していきます。で、流れとしてはこんな感じですね。まず作成する Web アプリ見てきて、で、ソースコードについて見て、そこからプロジェクトの中身について解説していきたいと思います。 データサイエンス研究所。はい。そしたらですね、まず作成するウェブアプリ、こんな感じになってます。はい。To Do リストで、まずここにタスクを入力するとこがあって、タスクを追加するとタスクを追加できると。で、ここにアクションズがあって、それぞれ、まあ、アクティブとかですね。まあ、最初今これステータスですね。To Do ってステータスで、アクティブを押すと、まあ、アクティブに変えられる。で、デリートを押すとデリートで消去できる。みたいになってます。で、それぞれこのホームがステータス To Do になってて、アクティブはス,テータスがアクティブのやつ。 で、ダーンのところはステータスがダーンのやつになってます。で、実際にこれ見ていくんですけど、こんな感じですね。タスク新しく入力して、例えばタスク00。で、タスクを追加って押すと、新しく追加されます。で、これ最初ステータスと言うと言うですけど、アクティブを押すと、こ,ここになくなって、アクティブのところ、ボタンを押すと、このアクティブのところにさっき追加したタス,タスク00があります。で、さらにこのダーンってところを押すと、まあ、そのダーンのところ行って、 で、これ、あのー、もう一回これ、to do か。to do のとこ押すと、元の場所に戻ります。で、delete 押すと、消去することができます。こんな感じですね、まあ、ステータスごとにページを変えてやってるのが、この to do リストになります。はい。そしたらですね、ソースコード、いつも通りですね、GitHub 上にあるので、コードの、あの、ダウンロード zip、もしくは GitChrome でダウンロードして、VS コードで開いてください。で、今回扱うのは、これですね、09の to do フォルダーの中にある、この to do プロジェクトになります。 はい。そしたらですね、リードミファイル見ていくんですけど、まあ、1から作成する場合はこんな感じですね。自分でですね、09の ToDo 行って、npminit で、まあ、なんかプロジェクト作って、まあ、その移動して、uuid っていうのを今回使います。はい。で、開発環境を立てますと。で、もうその僕が作成してるやつの開発環境を立てる場合は、こんな感じで、もうトヨでプロジェクト行って、npminstall からの n p m r ン n d e を実行すればできます。で、プロジェクトの構成はこんな感じになってます。 で、いつも通りですね、index.html, main.ts, app.vue を見ていきます。で、views とか、あとはルーターとか、ストアーズの設定ですね。あとはコンポーネン e について見ていきます。で、この矢印がついてる部分が特に重要な部分になります。はい。これでなんでかっていうと、まあ、この index.main.ts はそんな重要じゃないのは、まあ、今まで通りですね。で、app.vue に関しては、3つのページの切り替えがあるのと、プラスでそのタスクを追加するっていう項目があるので、まあ、多少重要であると。 で、この3つのページはほとんどその内容が変わらなかったですよね。表示する内容が変わらなくて、その実際に共通している部分っていうのは全部このコンポーネントの中のこの to do table に要素がありますと。つまり、ここからそれぞれこの3つ、全部同じコンポーネントを使っているので、実際の中身はここに記述されてます。移動する部分の中身。だここめちゃめちゃ大事です。 あとはデータですね。データについてはこの to-do の .ts の中にそのデータ管理とかデータの処理が書いてあるので重要になります。で、このページの移動については別にこの3つのページを移動するだけなのでそんな重要なことは書いてないと思います。なのでですね、特にこの3つのファイルは注意して見ておくようにしましょう。はい。そしたら使用ファイルから見ていくんですけど、これですね、index.html はこの cdn、これ追加してるだけになります。で、main.ts は特に手を加えてません。 これなくしてるぐらいですね。まあ、いつも通りです。で、この index.ts は、これですね。3つ、パスホームと、アクティブと、あとは down ですね。3つのビューのパスを追加してるだけになります。はい。そしたらですね、続いてこの to-do.js 見ていくんですけど、ここがめっちゃ大事なファイルですね。データの管理をしているところになります。まあ、pinier とか uuid をインポートして、で、この define store ですね。まあ、あの、いろいろ設定していきます。 まず、この to do オブジェクトなんですけど、タイプを指定してます。ID とタスクとステータスの3つのデータが全部文字列で入るタイプをここで作っています。でですね、このタイプのリストですね、配列ので、まず適当に何個か作ります。はい。タスク010203040506と。で、この最初の4つは to do になってます。ステータスが。で、全部 ID は UUID で作ってます。 まあ、あの、ランダムな文字列が、被らない文字列が出てくる関数だと思っておいてください。で、トゥードゥ4つ、で、アクティブ3つ。で、まあ、ダーも何個かあります。アクティブ3つかわかんないですけど、まあ、それぞれですね、何個か、あの、あらかじめ作っておきます、ここに。で、それバーって作ってんのやったら、それをレフでですね、トゥードゥリストとして定義し直します。で、これで、ね、まずデータは OK です。トゥードゥリスト1個作りました。 ToDo リストのデータですね。一個一個の要素には、この ID、タスク、ステータスが入っているリストになります。はい。そしたらですね、今度いくつかですね、ここに関数とかコンピューテッド用意してあるんですけど、まずこれ、ステータスフィルターになります。これ何かっていうと、ステータスでフィルターします。さっきのこの ToDo リストを、その引数のステータスによってフィルターする。つまりこの引数が、例えばこのダーンだったらそのダーン、 だけの、ステータスが何だけの配列を取ってくると。で、逆にこのステータスが、例えばそのアクティブとかだったら、ステータスがアクティブのやつだけ配列として取ってくるっていうのが、このステータスフィルターになります。はい。だからこれの使い道、もうなんとなくわかりますよね。さっき各ページでステータスが違うやつ取ってきてたと思うんですけど、そのフィルターになります。で、次にアットタスクですね。これはタスクを加えるやつになります。ニュータスクを引数に受け取って、 で、これですね。新しく ID とステータスはもうあらかじめこれ決めます。はい、UUID と、あとはこれ、ステータスは ToDo で、この引数の new タスクだけ新しく入れて、それをこのプッシュで、あの、後から配列に追加することになります。これが、あの、実際のさっきのタスクの配列に新しいデータを追加する関数になります。で、次に delete タスクですね。これは、あの、消去するやつで ID を引数にして、まあ、その ID が引数のところのインデックスを取ってきて、で、それを消去しています。 で、チェンジステータスは ID と新しいステータスを引数にしてですね、ID の場所のステータスをニューステータスに変更する関数になってます。で、それぞれですね、今定義したやつを全部エクスポート、まあリターンしています。はい、続いてアップドットビュー見ていくんですけど、まあそのウェブアプリこんな感じでしたよね、最初見たとき。で、もうボタンを切り替えると、ここの内容が切り替わると。 つまり、このアップドットビューで書くのが、このタスクを追加する部分と、このボタンの部分、あとはルータービューをここを指定するだけになります。それでは実際に中身見ていくんですけど、こんな感じですね。まず、このストアズからトゥードゥで、ユーズトゥードゥストアっていうのを取ってきて、このトゥードゥストア、これがですね、実際にあの、トゥードゥードットツで定義したデータだったり処理を使うやつになります。 で、次に new task っていうのを空の文字列で定義しておきます。これはあれですね、新しいタスク入力、フォームで入力するときの、あのー、変数になります。で、次に a ット task 関数をやるんですけど、これはですね、この new task のバリューが空じゃなかった場合実行しろと。で、何を実行するかっていうと、この new task のドットバリューをこの to do store のドット a t task の引数にすると。で、この to do store の a t task は配列にタスク追加するやつでしたよね。 で、その何を追加するかがこの new task になってる。で、これがスクリプトの中身になってます。で、テンプレートのところにこんな感じであって、まずこのフォームですね。はい、add task。で、この入力のところ、このテキストを入力するところにこの new task を結びつけてます。つまりこの入力が実際にその add task 関数が行われて、その追加されるタスクになります。 でですね、まあ、ここにサブミットボタンがあるので、このタスクを追加を押すと、このアットタスクが実行されますとで。このニュータスクに書いてあった部分が、あの、実際にアットタスクが実行されて、その追加されるようになってます。で、あとこれですね、3つのパスとルータービューが指定してあるだけになります。はい。そしたらですね、次にビューズということで、各ビューファイル見ていくんですけど、まずこれ、ホームビュー見ていくんですけど、これめちゃめちゃ簡単ですよね。わかりますか コンポーネンツから t o d o t テーブル .view っていうのを取ってきて、インポートして、それにですね、このテーブルステータスとボタンステータスを指定しているだけになります。はい。つまり、この中身っていうのは、もうほぼこの t o d o t テーブルになってます。はい。の中に書いてあります。で、渡してる値はこの to-do ととアクティブだけになります。で、このテーブルステータスはこ,このステータスですね。はい。フィルターしているステータスになります。 で、このボタンステータスっていうのが、こっちですね。アクションズで次に移動するステータスを指定してます。で、他にもこっちですね。アクティブも同じように、To Do テーブルインポートして、このテーブルステータスにはアクティブ。で、ボタンステータスにはダウンを指定しているページ。でもうここまで来たらわかるように、ダウンの方は、ステータスがダウンで、このボタンステータスが To Do になっているってだけになってます。はい。そしたら続いてこちらですね。コンポーネンツ。この中身が、 重要になりますこのコンポーネンツの t o d o t a b l ドットビューの中身が実際の,あの表示されている部分になっています。じゃあまず見ていくんですけど、まずプロプスですね。はい。テーブルステータスとボタンステータスっていうのを受け取ってました。で、デファインプロプスを実行することで、この2つ受け取った値を使えるようにします。で、次にこれですね。はい。t o Do からもちろんこの ToDoStore を定義します。で、まずこのデリートアイテムとチェンジステータスをここで定義するんですけど、 これはそのまま ID を受け取って、To Do Store の Delete To Do アイテムを実行するのと、Change Status も同じですね。ID と Status 受け取って、To Do Store で定義した Change To Do Status これを実行する関数になっています。はい。そしたら、テンプレートの方見ていくんですけど、こんな感じですね。テーブルで、この To Do Store の Filtered To Do List に引数にテーブルステータスを入れてます。これがあれですね、フィルターしたやつで、そのテーブルステータスでフィルターした配列を持ってきている。 で、それを V4 で一個一個表示させてるっていう中身になってます。で、次に、これですね。ボタンについては、その一個のクリックボタン。これですね。一個のクリックはチェンジステータスを実行すると。で、その時に、ボタンステータスと、この to-do.id ですね。はい。ここの ID を渡すボタンにして、こっちのもう一個の delete の方も、この to-do.id ですね。この4分で、あの、渡した ID に対応している delete ボタンを表示させるようになっています。 はい。それでは最後まとめですね。今回は To-Do リストアプリ作成ということで、まあ実際にまずですね、作成するウェブアプリ見て、で、プロジェクトの中身ですね、使用ファイルからビューズに行って、最後コンポーネンツで、そのテーブルの、まあメインの部分について解説していきました。はい。いかがだったでしょうか To-Do リストアプリ作成について。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。